キャラクターのレベルは今ね88です。あっ強い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 強解説を手伝ってくれるのがおいちゃんでーす。出すんですかそれ。おいちゃんシンプルな発言だな。いらないんで開けてください。おいちゃんね控えめなんですよ。絶対使ってほしいんですよ。はい、で今日もね一緒に、とりあえず今日は、この間のブラッドボーンをちょっと育てたもの、自分家でずっとやってきたものを使って最後までいけたらいいなって思ってます。今日はちょっとね無理かもしれないんですけど、ちょっとこう週に週ごとでクリアできていったらいいなって思っています。ということでゲーム画面いきましょう。ドン。はい、ではねちょっとおいちゃんには枕になってもらって言っていきます。じゃあこっから、今プレイ中の、隠し街ヤハグルマでもうまっすぐ行きます。ね、やることは正規ルートの最短でちょっと行ってみたいと思います。ということでちょっと時間を計ってね、だいたいまあ10分15分ぐらい行けるかなって思ってます。それでは行きますよ。さっきのボス倒したところからよーいスタート。まあ、ボスは全部倒してるんで、はい、もうここはね倒してしまってますので、順を追って歩いていくとどうなるかってことですね。そうです、まあ、その道の説明ってことで、はい、こういう風に行くといいですよっていうね。あ、これね道通り過ぎたっす。ちょっとね時間計ってるからね、とにかくすぐ行くよ。このキャラクターのレベルは今ね88です。僕のキャラより高いですね。育て上げたよ。でもおいちゃんの方が進んでるんですよね。そうですね、進んではいますね。ここでガスコイン神父と戦いますね。でももうガスコインさんは倒しましたので先に進みます。はい、はい、で倒した後ここから抜けて、でこれ階段を上りますね。階段はしごーでー上りますね。なんでざわつく。いいですよ大きい声出しても。ヤナムの影でしたっけ。ここヤンナムの影かな。ここで、ね、すごいドキッてするんだよな。おお、これこれがドキッてしちゃうんだよな。はい、たどり着いた。ビルゲーマースに着きました。この子どこまでも追いかけてくる。よし、これもね通常の道から行きますよ。これね、どこまでも追いかけてくるからね、本当は倒したいところですけど。館の左側から迂回するのが通常ルートという。はい、そうですね。ショートカットを上げると右側から迂回できる。はい、すぐにショートカットだと目の前に。であと今画面に映んなかったんですけど、ここ でっかい敵が橋の下にいるっていう。そうなんですよ、ちょっとね。おお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 あっ、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 来るちゃん、来るちゃん、おお、ちょ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 、ここはちょっとさすがに無理だよ。さすがに無理だよ、なんか来た。
まあ、ここビルゲーマーズなんですよ。本当はあそこを突破すると、うん、月のあの池にでしたっけ？そうですね。行けるんですよね。そうですね。まさかこんなことになるとは。で、ビルゲーマーズ今たどり着いたところでボスを倒すと、ロマちゃんを倒すと、転送される場所があるんです。それが、隠し街ヤハグル。で、今日はそこをやる。はい、そうです。じゃあそこまで行きましょう。なんで、もう転行きます。今のところまで何分ぐらいですか？今のタイム12分ですね。だって12分で、だからボスとか倒していれば、まあ、1時間ぐらいかければ2周目の人はいけるのかな。まあ、レベルと武器がちゃんと揃ってればですね。呼びますよ。はい、呼んであってください。はい、じゃあここから協力で。うん、協力しましょう。ここからね、急に厳しい戦いになる可能性があります。はい、はい、こんにちは。おーい、イエイエイ。そのポーズなのこれ何です？なんか交通標識みたいなやつ。ま、右に進めと。ありがとうありがとう。じゃあ不吉な金をね、まず消さないと。おお、ふう、ほら見て、ダメージ相当。全然食らってないじゃないですか金を鳴らす女を早く倒さないと強いままなんですよ、敵が。この消えちゃう敵っていうのがそうですね。うん、で復活しちゃうんですよね、敵がね。で、アメンドーズが来るから一回逃げる。出しといて、わざと。おっ、痛い痛い痛い。回復してください。あ、アメンドーズ来た。よし、じゃあ走っていきますよ。いっ、ゴー。痛い痛い痛い、金を鳴らす女。で、この子をとにかく先にし処理します。ふうふう。よし、ここからは慎重に行きましょう。結構あの、さっき魔女倒したけど、おばあちゃんたち強いんですよね。ですね、あれ攻撃力が高いですね。うん、だから1体ずつ頑張って倒しましょう。じゃあ私右から行きますね。左から行けってことですね左お願いしますあ、開いてない。うぅおぉ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 、あ、逃げなきゃ。おぉ、よかった、逃げた。うぅ、楽しいね。よしよしよし。あ、よしよし。光が来た、光が来た。よしよしよし。待ってね、待ってね。来ましたね。じゃあ、走、あ、まだまだ、もう一回来る、もう一回来る。よし、行きます。あれに触れるとね、即死しますから。あの、HP が多いと平気なんですよね。おー、いっちゃう、うまーい。え？よし、つけまーす。これでいつでも帰れる。こっから初見ですか？こっから初見です。よし、2人いるから大丈夫。おー、あれ、ちょうど、そうか、そうか、そっか、まだね、レベルが高いからね。大丈夫ですか、右の方から狙撃が。右、どこだ、どこだ。上ですね、上。上かー、どっから行くんだ、上。
かな、ここかな、あ、いたいたいた、よし、かっこよかった。金鳴らし女だ。よし。行きかな。ここに何か落ちてますよ。あ、お、お、お。あ、悪夢の儀式は赤子と共にある。赤子を探せ。あの鳴き声を止めてくれ。どういうことだろう？あー、やばいやつだな、きっと。いや、でも、ほら、敵が、強そうな、ロマの時に手前にいたような子が奥にいる。おじちゃん、どうします？僕はどちらでも。お任せしますよ。走ったら、この子たち、ついてくるかな？いっか、じゃあ。おじちゃん、試しに、手前の子、石ころ投げてもらっていいですか？あ、僕うん。石ころあったかな？な、石ころかナイフか。石ころかナイフ。ちょっと。これは、一体ずつ倒した方が。よっしゃ！引っかかった、引っかかった。ああ、もう…ああ、気づかれた！ああ、ああ、強い！強い！なんていう！絶対に死んだらいけない。ああちょっとこれは厳しい戦い。厳しいぞ厳しいぞ。あら、あれ、ね、一体倒れた。おお、三段銃。火炎放射器か。え、な、何があったの。おい、おいちゃん、おいちゃん、おーい、あー、待って、ちょ、三体じゃ分が悪すぎる。一体ずつね、来るようにね、こう、頑張りましょうね。ここまで来たら追いかけてこないだろう。来てる。ちょっと待って、どこまで逃げたらいいんだ。これどこまでも追いかけてくるのかな。まあここまで来れば大丈夫でしょう。2体ここまで戻っちゃダメ。ここまで戻っちゃダメだった。くそ。やだ。焦っちゃダメ。焦っちゃダメでしょ。わかりましたか。吹けたー。でもね、一回戻って、ね、あれ、さらにやっぱり無理無理、引きつけましょう。引きつけますか。うん、引きつけましょう、あそこは。サイリさん頑張って引っ張ってみてください。
確か奥に1人手前に1人ですよね。でなんかね右側の下にねいた気がするんですよ、この敵が。そうですね、なんかこっちから階段に、そうそう、だからこの階段の子から行くんじゃいないかな。行ってみません、階段の下ゆっくり、バレないように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 バレない、バレてない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 、行ってらっしゃい。え、オッケーオッケー、私も行きます。え、ほらバレてないバレてないバレてない、よしよし、私も行く。お、来た来た来た、オッケーオッケーオッケー、よしよし、下で戦いますよ。あの、ん、上の2体が反応してますよ。嘘やだやいやちょ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 、逃げよう逃げよう逃げよう、広い場所、敵がいる。あ、来てる来てる来てる。あ、もう君は入れさせない、こっから入れさせない。痛いわね痛いわね、ちょっと痛いよ。うんうん、お、1体目、1体目倒した。よしよしよ、2体目いった。ゴリ押しですな、完全にゴリ押し。あと1体いますよ。うん、よし、あと1体、もうこれで大丈夫でしょう。びっくりしたなぁ、テンション上がった。この子結構強かったんだよな。あっ、ナイスー。あ、大砲持ってたんですね。ああ、そうだったんだ。そりゃ強いわ。すごいですね、20発も落としました。すごい。よし、こっからどう行くのかな。2階かな、上かな、下かな。ついてきますよ。じゃあ、上に行ってみますよ。どう行くのかな。ナイス。この下に面白いのいます。え、なになになに、下、うわー気持ち悪い。キモい。これ、何だろう、中ボスとか。確かミミックだったかな。うわ、確かこれがミミックだったんです。やだ、いやだ。違ったかな。あ、あ、この、この人倒さなきゃ。よし、ここにいたんだね。バシャ。うわそう。私何もしてない。あれ、おいちゃんは？いたー！よかったー！いや、見事に引っかかってくれたの。言ってー！教えてよー！ここ厳しいんだから。これも動きますかね。くそくそくそ、うそ、え、なに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 、カウンター食らいましたな。よし次行こう次。もうだいぶ私は倒されても傷つかなくなったんです。
慣れたんですね。慣れました。わずかなストレスだけが溜まってます。溜まってんじゃないですか。心にね。よしよしよし、じゃあ葵ちゃん呼ぶよ。こっちじゃない？こっちに。あ、開いてない。んー、じゃあこのルートは違うのかな。葵ちゃんはどう思います？え、僕は正解してるんでそこはちょっと見つけてもらわないと。そうか、そうだな、そこは見つけよう。あボスかなボスかな。鐘を鳴らす女、鐘鳴らす女。私ね、最近こうやるとねポキポキするんですよ、音が。同じポキポキ女ポキポキ鳴らす女黒い月ですよ、暗黒の煙から液体がドロドロと出てきて、そこから生まれるわ、気持ち悪い。うわー、もうやだなー、ミックの強いやつでしょ。うわー、うわー、うわぁ、引くわぁ何体勢なんだろう、この子。うわぁ、なにこれ、なに、呪い、なんだなんだなんだ、うわぁい、なに、どっちで行った方がいいかな。うわぁ、隠れられない。あぁ、通るんだ、抜けちゃうんだ。よし、行くぞ行くぞ。まずここは地形を把握した方がいいです。あ、地形 OK、 地形を把握、こういう、階段があって、なんか炎が出たりしてるのは何だろう。まあ上から敵が炎を放ってきてるんですよ、さっき鈴を。あ、なるほど。鳴らしてた女だった。あー、それで、あー、先に鐘鳴らし女を倒してからボスに挑むと。そういうことです。まあ、正確に言うと、あのボスのエリアに鐘鳴らし女にのところまで行ける場所があるっていう。ああ、そっちかー、ね、よくわかりましたでしょうはい、身を挺してねやっておりますからね。もう傷つかない今回はね。でも本当ごめんなさい、おいちゃん。はい、本当ごめんなさい。何でしょう。いや、いろいろ分かってなかったいやいや、うん、初見なんですから。ええ、でこっちもあえて言ってないですからとにかく鐘鳴らし女を倒すです。はい、それ、そこから話はね、上にいるのかな。集合あったんだ。あ、まあ、こっちからボスへショートカットできるっていう。ああ、そうだったんですね。こっちから来れたんだ。そうすると、うん、死体が密集してるあの変な箱を相手にしなくて済むっていう、うん、ああ、なるほど、これいいルートだ。ではちょっと待ってね、どうしようかな。さっき何体勢があるといいかな。体勢どうでしょうね何攻撃なんだろうな。
うん、これいいか。少しだけおめかしした。よっしゃ、いきます。はい、とりあえず2回。おお、いきなりか。どうやって2階に行くんだ。2階への行き方、2階への行き方、うん、違う違う。うん？あった。奥ですね。奥の方から階段がありますね。うー、落ちた！そう、時間下ろしちゃった。あとは？あとはどこだ？いたいた。次は、いたいたいた、落ちないように。よし、うん、あ、出会った。はい、こっちが OK です。あー、ありがとうございます。ふう、あっち側も OK です。じゃあ、倒しに行きますね。いた？これは普通敵の攻撃か。なるほど。うわぁ！ちょっと待って。もうちょい可愛らしい叫び声を勉強したいな。よし。なんか来た。なに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 。多分あれ近づいてたらダメなやつだよね、きっとね、きっとね。お、聞いてるのかな。お、あ、今、うん、内臓攻撃が、あ、入りました。お、ナイス。今はできるんです、この時に。そうなんだ。どこだったかな、お尻かな、どこだったかな、どっかに内臓攻撃できた気がしたんだけどな。あった。あ、なになに、なになに、おー、いたー。あー、どうしたらいいの、ここから。ちょっと待って、いや、でもいけるいけるいける。時短だ、すっごい寝る。あ、くくくくく、なんか攻撃くるくるくる。よし、さ、避けた、多分。よし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 。あ、大きいわね。あ、踏まれてる。あ、あー、避けたい。おー、避けた避けた。よしよしよし。チャンスです。よし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 。よし。うん、うん、よっしゃー。消えました。ありがとうございました。助かった。いや、もうここまでいけなかったよ。一緒じゃないとクリアできなかった。ここは本当に楽しいな。はい、というわけでですね、隠し街ヤハグル、とても怖かった。怖かったし、もうちょっとね、叫び声がね、叫び声に自分がびっくりするからね、もうちょっと可愛らしくなりたいな。はい、うん、でゲームマーケットゴージャス動画では
チャンネル登録を、してほしいと思っております。まだチャンネル登録ができていない人はぜひチェックしてください。バイバーイ。いや違う、このボロボロなのは今達成感よりも疲労感の方が強いから